はい、こんにちは。今回は日本人ボクサーを倒しまくった3人の KO マシンを紹介いたします。パクチョンパン。韓国式相撲の経験者のパクチョンパルはプロデビュー後12戦目に OPBF 東洋太平洋ミドル級王座決定戦でカシアス内藤選手と対戦しました。ボクシング経験はわずかなパクチョンパルですが、パワーがズバ抜けており、強烈な左フックで内藤選手を泣き倒しました。内藤選手を KO したパクチョンパルは OPBF 東洋太平洋王座を15度も防衛し、多くの日本人ボクサーを KO しました。日本人ボクサーと7戦し、すべて KO したパクチョンパルは IBF 世界スーパーミドル級王者マレーサザーランドに挑戦し、パワーあふれる攻撃で中盤から徹底的にボディを攻め、ダウンを奪っていきました。迎えた第11ラウンド、ここでも力強い攻撃でダウンを奪い、最後は顔面への連打で KO し、当時アジアで最も重い階級での世界王者になりました。ペク・インチョルは1980年5月にデビューし、デビュー以来26連続 KO 勝利を飾りましたが、多くの日本人と戦い、すべてノックアウトしました。スーパーウェルター級の世界挑戦では、最強の強打者、ジュリアン・ジャクソンに KO されて失敗に終わりましたが、2階級上のスーパーミドル級で、WBA 世界スーパーミドル級王座を奪取しました。WBA 世界スーパーミドル級王者のペクは2度目の防衛戦で田島義明選手を迎えました。王者ペクはこれまで日本人ボクサーと6度戦い、すべて KO してきましたが、田島選手に対しても序盤から優位に立ち、第2ラウンドに右フックでダウンを奪いました。ダウンを奪ったペクはこの時右の拳を痛め、この後ほとんど左1本で戦いましたが、迎えた第7ラウンド、チャンスと見た王者ペクは痛めた右も使って一方的に攻め、防戦一方になった田島選手はゴングに救われました。더버텨봤자아무런의미가없거든요、네、관중들은백인철선수의주먹을맞고한번쓰러졌음하는日本人ボクサー相手に7戦全 KO 勝利のパクチョンパルとペク・インチョルは1988年12月に激突しました。強打者同士のライバル対決ということで、韓国では相当盛り上がったのですが、対戦した時の戦績はパクチョンパルの46勝 39KO4 敗の戦績に対し、ペク・インチョルは43勝 39KO2 敗の戦績で、お互い凄まじいパワーで相手を圧倒し、ノックアウトを量産していました。そしてこの戦いは
KO マシン同士が序盤から重いパンチを交換し、攻守がたびたび入れ替わる中、3歳年下のペク・フィンチョルが第3ラウンドに連打でダウンを奪いました。ダウンを奪ったペク・フィンチョルは猛攻撃を敢行し、パク・チョンパルはダメージを重ね、厳しい状況に陥りながら時折反撃を試みました。ペク・インチョルは世界スーパーウェルター級王者ジュリアン・ジャクソンに KO を負けした後で再度の世界挑戦を目論んでいた時でしたが、一方パク・チョンパルは WBA 世界スーパーミドル級王者から陥落した後で、負けると後がないことと元世界王者の意地で負けるわけにはいかなかったのでしたが、世界王者を目指しているペク・インチョルは第7ラウンドに重い連打で決定的なダウンを奪い、パク・チョンパルはもう立ち上がれないと思われました。顔面血まみれでダメージの深いパク・チョンパルは元世界王者の意地から試合を続け、勝ち目がだんだん薄くなっていく状況でも抵抗しながら踏ん張って、ペク・インチョルの重いパンチを耐えていきました。続く第8ラウンド、試合を諦めていない元世界王者は猛反撃を敢行し、ペク・インチョルをぐらつかせましたが、疲労困憊の元世界王者は反撃され、場外に叩き出されました。それでも元世界王者は立ち上がり、いつ試合が終了してもおかしくない状況ながら試合を続け、重いパンチに耐え抜くのですが、元世界王者の英雄にストップをためらっていたレフリーは第9ラウンドついに激闘に終止符を打ち、元世界王者のボクシングキャリアを終焉させました。バンタム級とフェザー級を制覇したルーベン・オリバレスは、凶暴なファイトスタイルや破壊力のあるパンチ、そして20年以上にわたって89勝 79KO を積み重ねたファイトで、メキシコ人だけでなく世界中のボクシングファンから絶大な人気を博しました。オリバレスは多彩な左パンチで相手を崩し、重くて的確なコンビネーションを上下に打ち込み、ノックアウトを量産しました。そして日本人ボクサーとは9戦9勝 8KO と圧倒的な強さを見せつけるだけでなく、エキサイティングな試合を行いました。中でも1971年10月に愛知県で行われた金沢和義選手との試合は、多くの方がベスト試合に挙げるほどの大熱戦でした。バンタム級王者ルーベン・オリバレスは66勝 61KO1 敗1引き分けの戦績を誇り、ミスターノックアウトと呼ばれ、当時世界で一番恐れられていたボクサーでした。金沢選手は
3年前の対戦で第2ラウンドで KO されていることもあり、金沢選手が勝つ可能性はほとんどないと思われておりました。61KO のミスターノックアウトのパンチに最新の注意を払っていた金沢選手は第9ラウンドに意を決したのか、接近しての打ち合いに戦術を変えました。オリバレスのパンチは KO するだけでなく、リング下まで吹っ飛ばす威力を持っており、その力強いパンチが13ラウンドに猛威を振るいます。ミスターノックアウトの集中打を浴びた金沢選手は信じられないことに反撃を始めたのです。しかし続く14ラウンドにオリバレスの攻撃が絶え間なく続き、ダメージが蓄積し、満身創痍の金沢選手は必死に耐え、ピンチをしのごうと試みました。ミスターノックアウトの攻撃は金沢選手が倒れるまで止まないため、金沢選手はアッパーの連打を受け、ついにダウンを喫し、金沢選手はダウンから起き上がりますが、ミスターノックアウトの猛打は止まらないのでした。